ここにもいない。シド君はどこにいるのかしら。夏目先生の新作について彼と語り合いたいと思っていたのに。きっとシド君もこの本の素晴らしさを語りたいはず。そのくらい面白かったんですもの。身分の違う二人のラブストーリー、まるで私とシド君のよう。特に素晴らしかったシーンは、神父は新郎を愛し敬い慈しむことを誓いますか。本当はこんなところへ来たくはなかった。でも私が逃げ出せば本当に愛する人に危害が。そうなるくらいなら私はあなたと別の人に愛を誓うわ。それがあなたにとって最良の選択でしょうから。誓いま…ちょっと待ったー。この結婚意義あり。ローズ先輩、助けに来ました。僕と一緒に行きましょう。どうしてここへ。あなたが偽りの愛を誓おうとしているからです。そんなの許せません。偽りの愛なんかじゃない。私は自分で決めてここにいるの。そもそも平民と王女である私が一緒に生きていけるはずないわ。分かったならさっさと立ち去りなさい。こんなことあなたに言いたくはない。だけどあなたが不幸になるくらいなら嫌われてしまった方が。それがあなたの本心ですか。ええ、当然でしょ。だったらどうして涙を流しているんですか。やだ、私ったら。こんな。ローズ先輩、あなたが僕を見つめる慈愛に満ちた瞳が嘘だと思えません。それがあなたの本心でしょ。それは。行きましょう。偽りの愛なんて誰も幸せにしない。はい、あなたとならばどこまででも。さあ僕の手を取って。待て、狼藉者め、逃がさんぞ。くっ、取り囲まれたか。ローズ先輩、僕の後ろへ。必ず二人でここから出ましょう。シド君、手が震えている。私のために勇気を振り絞って立ち向かってくれるのね。それなのに私は。そろそろ観念しろ。出なければ私たちの邪魔をすることは許しません。そこをどきなさい。ローズ先輩、危ないですから下がってください。シド君、やはり偽りの愛なんて誓いません。私が愛しているのはあなた一人だからといって守られるばかりの私じゃない。今度こそシド君を守ってみせます。ローズ先輩、二人の未来この手で切り開いてみせましょう。手と手を取り合って脱出した二人は真実の愛で結ばれる。はあ、なんて美しい愛。私とシド君もこんな風に運命的でドラマチックな。あ、シド君、随分と探したんですよ。はあ。シド君のことは私が幸せにしてみせます。いえ、一緒に幸せになりましょう。え、何？大丈夫、私たちの未来は明るいはずですから。何これ、宗教勧誘？壺とか買わされる？